ダイエット食です。まあ、こんなもんです、朝は。サバの塩焼きとブロッコリーと、なんか、ご飯、ピラフがちょっと残ってたんでね。それにします。いや、本格的にダイエット始めてますよ。もう。まだ全然体重落ちねえけど。もう食生活からちゃんと見直していこうよっていう話ですから。もう食事はもう作業。もうそういう風な感覚。もう美味しいものとか今求めてないです。お酒も全然飲んでない。偉い。食事は本当気をつけますもん、本当に。今朝も春雨スープです。うん、春雨スープのこのスープは本当美味しいよね。これ昨日湯がきました。ブロッコリーね、これを4つぐらいでいいかな。朝は食べます。これ朝ごはん。ちょっと喉渇いてたらプロテインも飲む。これ昨日歯の日ってことでね、トラとタツがこう渡してましたけど、なぜ夫の僕がちょっと支払い助けるんだろうなって毎年思います。やっぱね、野菜はね、本当は温野菜にした方がいいんだよね。したら塩コショウで食べれるけど、ちょっとマヨネーズのブロッコリーがやっぱ好きなんでね。チーズバーガー食べたら早く食べてください。いただきます。美味しそうだね、それ、うん、美味しそうだね、うん、いいな、それ、うん、でさ、行こうか。これからね、ジムに行きますよ。ちょっとね、キックボクシングのジムちょっと飽きちゃったんで、やっぱ飽きてくるじゃないですか。ちょっと、別のジムに最近通ってます。通い出しました。3回目です、3回目。これからちょっと行ってきますんで、普通に筋トレしに行きます。筋トレして、ちょっと有酸素運動をするっていう習慣づけしてこうよっていう、もう話。お疲れ様です。プロテイン飲んで風呂入って終わりだから。いや疲れたよ。プロテインなくなってきてんな、これ頼まなきゃ。やばい、今楽しくやってるけど、これいつ飽きるかだよ。
ビールからプロテインに変わったよ。疲れ。お疲れ。マジ筋トレ頑張ってるから最近。うん。どう？ちょっとシュッとした。ちょっとシュッとしてる。マジで？痩せたかな？痩せた？お腹見る？お腹まだ。お腹さするな。え、ちょっとだけ痩せてる。痩せてる？ほんのちょっとしか体重落ちてないけどな。これはね、夜食ですよ。本当はね、マヨネーズつけちゃいけないんだけど、このぐらいはね、自分に許しを、うん、許してあげないとね、続かないから。うん、父ちゃん、うん、なんでそんなブロッコリー食べてんの？ブロッコリーって、あの、体鍛えたり、ダイエットにすごくいいの。栄養がある。野菜の中でもめっちゃ入ってるの。だから、すごい筋肉になりやすかったりして、すごくいいんだよ、これ。それにしても、ん？多すぎない？何が？ブロッコリー。食べんの？うん。だけどまださ、ダイエット始めたばっかじゃん。うん。だからしばらくはこれ飽きるまで、ブロッコリーは食べ続けようかなっていうふうに思ってるよ。それにしても食べ過ぎじゃない？いいんだよ、俺でも。体緑色になるよ。いいよ、別に緑色になっても。森愛さんと同じになっちゃう？お前。